ねえねえ、あのさ、は？何？ん？ねえねえ、あのさ、キモ、あの話すこと決めてから喋った方がいいよ。この間言ってたよ、友達が、お前あれいつだっけ、あのいつだっけ、忘れた。奇跡は待ってたんだ。もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、シュンとなってキュンとなってうぶだね。磁石みたいにまたくっついて離れて、 Oh my god, Oh my god、 恋は暇じゃないさ。いっぱい食べる君が好き、大きな一口、我慢なんてらしくないよ。いっぱい食べる君が好き、カロリーミートファンケル。うつてやつてう、どんつてぐつてラミはっ。うつてやつてう、どんつてぐつてラミ。うつてやつてう、どんつてぐつてラミ。まあ、やっぱりファッショニスタやな。愛してる、聞こえてる、君の番、愛してる。風の日も雨の日も一笑いしましょう。忘れないように、螺旋階段の夕焼け、広くても狭くなってもずっとそばにいる君。時計の針を巻き戻すように、眠ったままの君に会いに行く。長い長い旅を今終わらせよう。君という名の家に帰る、 Way back home。 声の顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。やあみんな、俺だ。これはアンパンマン、俺はアンポンタン。それじゃあ、俺はアンパンマン、俺は
君って君ってもし亀とかできるんだっけ、やってごらんよ私は。またちょっとできんじゃん。なんかお前さ、お前けん玉やるやつがお前赤いパーカーどうかしたやつ着てくんだよ。これ赤い服着てけん玉やつがいるから、けん玉のね、あのボールとかなんかいろんな色出てきたんですよ。青とか黄色とか。でも青い玉やってるのに青い服着てやるやついますからね。何やってんのお前。ちゃっかり。そんなお前、お前ただこんな技でかっこついてると思ってるか。ごめんなさい、見たけど俺が見せる本気のパワーを。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回チャンス。これ、これ俺が決める。俺ともし俺が入ったら拍手。そう言ってごめん。おーやるな。違うんだよ、ダメなんだ今入ったら。じゃあこれはまだあんの。けん玉ニアじゃんお前。けん玉ニア。まずは乗せます。乗せろよお前。え？かっこよ。じゃあ俺オリジナル歌作っちゃうから。まずこのさ、糸なんであんのって、ここまず理解しようよ。これけん玉なんで糸ついてんだろうなって思ったことある？ないでしょ。糸ついてないからやりやすいやん、こうやって普通に。でもなんでついてんのって、糸これ。なんでこの糸を使った技やんの。糸なしでもできるよ。いや無理だよ、どうやって弾あげんねんこれ糸なしで。じゃあまずいくよ、この糸これで一回使う。横から入れちゃう。でかーんまず横でこう入れるやん。そしたらこれ糸、糸使う、これ糸。なんで糸あるか理解して。まあ成功例やってあげる俺が。いいよ、じゃあ今のがフェイクじゃねえってことを俺が教えてあげるよ、この本気の技で。じゃんけん、誰？じゃんけん。めちゃくちゃじゃんけんぽい。お前、嫌な時はあっち向いてほいって。お前やれよ。勝ったらやんで、あっち向いてほいって。負けてん。え、もう、あ、俺勝ったからやんのか。あ、あっち向いてほい。あ、ダメ、お前負けで今の。それで右見たら負けで。はいはいはい。はい、じゃんけんぽい。あ、行くでしょ。あ、行くでしょ。あ、なんで勝ったんだらやれよ。あっち向いてほいってやん。あっち向いてほい。遅すぎだろ。遅すぎだろ。ね、あれやばくねこいつ。とんなよお前。ねえねえ、あのさ、これまたコメント来てるよ。明日雨だ。聞いてる？コメント来てるよ。何？体幹弱そうって来てる。何が？強いから俺やってたじゃんボクシング。あ、そっか。こうやってやられてもブレないよ。片足で立てるもん。片足ね。俺がさ今からさ靴下渡すからさ、これをバランス崩れないように履いてほしい。誰？そんなにバランス感覚いいっていうぐらいだから履けるっしょ。鼻水拭かないでいい。普通に履けばいい。でバランス崩れたら終わりね。片足上げて最後まで履き切ればいいの。そうで、くっついたらダメってこと。ダメ本当じゃん。え、逆にできない人いるの？体幹関係ないと思うけど、